はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の平面上の点の存在位置丸2をお送りします。で、前回からねこのタイトル始まって、こっからここと次回の動画が問題演習になります。で、前回のね知識を使ってやっていくんですが、今回問題が2問ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、さっきもちょろっと言いましたけど、前回のね丸1の動画の時にここにがっつりポイントをやったんですよ。で、そこの知識がちょっとね抜けてると、これ何やってるか意味不明になってしまうので、もしねここの勉強若干不安な方は1個前の動画をチェックしてもらって、で、それを確認してから見てもらえたらと思います。もしね時間があればよろしくお願いします。で、前回の動画の下の問題演習と似てますけど、まずねその三角形 OAB があって、 OP ベクトルをこう置くと、まあ、いつものパターンだね。で、ST がこの条件をそれぞれね満たしながら動くとき、点 P の存在範囲を図示していきます。で、前回の時はがっつり途中式書いたんですけど、ここはもう答えだけを書くことを目的にやっていきます。かなり端折りますけど、お許しください。じゃあ行きましょう。で、今回は小なりイコールです。つまり三角形を使う問題なんですけど、もう大事なことはただ一つ、これの右辺、ここね、これを1にしようぜって。つまり今回これを1にしたいから2をかけます、全部に。そうすると 2s プラス 2t 小なりイコール1と、1になったとね。で、今度 2s と 2t を使って OP ベクトルを表さなきゃいけないから、OP ベクトルイコール、もともと S と T だったんだけど、 2S かけるほにゃららプラス 2T かけるほにゃららと、こうなります。で、もともと SOA ですに戻すためには2が邪魔なんだよね。だからこれを消すために OA ベクトルに2分の1をつけてあげようぜって。こうすればね SOA に戻るからさ。で、こっちも同じ発想で2分の1、ちょっと狭かったね。OB ベクトルをつければいいじゃんって。で、こう変形できました。そしたら、本当はね、前回みたいに S' って置くよ。OA' ベクトル、T'、OB' ベクトルって置いてほしいんですけど、まあ、それに関しては前回のね、書き方を見てください。そこはもう変わらないので。でも、この状態だけでもう答えを導きます。で、結局今回も図で答えるパターンと、あの言葉で答えるパターン両方書きますけど、そのね、まあ、A' と B' は使わなきゃいけないから、これ結構下入る、いけるかな。まず OA' ベクトルは何かっていうと、ここの部分なので、 OA' ベクトルが2分の 1OA ベクトルで、 OB' ベクトルが、その右側のね、2分の 1OB ベクトルと。で、これを満たすんだよね。つまり、かけるかな、ちょっと待って。を満たす点 A'B' とするとか。なんちゃ、あ、とするとって前回感じちゃったかな。ごめん。今ね、前回の動画と連続で通ってるんですけど、もしかしたら前回、とするとって書いてたかもね。ごめん、を取るとです。を取ると、その時に、前回は線分だったんだけど、今回はここは小なりイコール。まあ、ここもそうだね。小なりイコールになってるので、答え方が、三角形を A' と B' を使うので、OA' B' の、周および内部か、下入ってるから全然余裕だったね。これが言葉で書くときの答え方になります。で、図で書くときどうなるかっていうと、今回は A' は A の2分の1、つまり半分です。 B' も同様だね。なので、もし図で、まあ
あの前回も言いましたけど、三角形が先に回答欄に書いてあるんだったらそれ使ってもらってね構わないんですけど、三角形 OAB がこうあるじゃないですか。そしたら A' は OA の半分なので、半分の位置に A' を取ります。で半分って分かるようにこここうして、まあこんな感じかな、同じ辺の長さですよ、マークは何でもいいと思うんですけど、そしたら2分の1って分かると。で B' も同様で半分のところ、じゃあここは2本とかにしておきましょうか。で三角形 OA'B' なんで、ここの三角形の周および内部です。で、まあ、ここにね三角形 OAB の周および内部って下に書けない気がするけど、ちょっと待って、これ入って、あ、ギリ入ってんね。三角形 OA'B' の、この図とね、一緒に、および、内部と。これで OK です。答えの書き方としてはね。まあ、やってることはね、ほんとここを1にして、で、OP ベクトル改造して、じゃあそれを元に図を書いていこうっていうパターンだけなので同じなんですけど、じゃあそれを使ってね今度右側やっていきましょう。でもこれも一緒で、ここが3になってるから1に変えたいと。じゃあそのためにどうするかっていうと3で割ります。で3で割ると S プラス3分の 2t 小なりイコール1になります。でそのS と3分の 2t を使って OP ベクトルを改造すると、 OP ベクトルイコール、でも今回こっち S なんでこれそのままです。でちょっとね意図的にごめん、本当はつけなくていいんですけどつけます。 S、 まあ同じね SOA ベクトルでプラス3分の 2t でどうするか。でこれに関してはさっきと同じで結局 t に戻したいってことは、3分の2の逆数をかけてあげれば2分の 3OB ベクトルだね。そうするとここ約分すれば TOB に戻るからね、またね。でこれで OK です。であとは答え書くだけですね。ただ今回は OA ベクトルは何も変わらないです。だから A' を置く必要はない、こっちだけだね。 B' は置かなきゃいけないので、答えはまだね、言葉で答える方は、OB' ベクトルイコール2分の、OB ベクトルを満たす、これ右側がちょっとこの辺で切るか、満たす、点 B' を取ると。で今回も小なりイコールになっているので三角形なんですけど、気をつけなきゃいけないのが三角形 OAB' です。 A' 取ってないからね今回ね、 A 使って OK なんで、でこれの周および内部と。これが言葉で答えるパターンの答えとなります。で、三角形ね、書いていくんですけど、A はさっきも言ったように変わらないです。そのまま使うと。で、B' に関しては、B の2分の3倍。まあ、1.5 倍だね。なので、まあ、その位置に B' を取るんですが、じゃあまた書いていくか。ちょっと右が怪しいな。なので、右が怪しいから、左をちょっと急にして、こういう感じで行ったら入るかな。あ、いけそうだね。ちょっと右に下がっちゃったけど、 OAB としますで、 A はいいんだけどね、 B' の方が2分の3倍です。で、2分の3倍はここ切ります、半分に。で、その時にその1個分伸ばしたところが B' です。つまり書くとしたらこう切っておいて、ちょっと2本にしようか、同じだよ同じだよ同じだよにすれば2分の3倍です、位置としてはね。で、それを書いた上で OAB' だから
ちょっと曲がっちゃった。こうして、今日あれか、点線だけど、引かなきゃいけなかったね。こうして、ちゃんとつけなきゃいけないと思ったね。よいしょ。こんな感じです。ちょっとね、右分かりにくくなっちゃったけど、あれか。分かりにくくから丸マークに変えるか、今回。あの辺の長さが同じやつね。で、ちょっとごめんよ。よいしょ。で、言葉を添えたいんだけど、下いけるか。ちょっとここね。で、三角形 OAB' の周およびナイフと。ね、これで OK になります。いいかな。なので、前回のね、下の問題演習と同じですけど、本当にここの部分の右辺を1に変えると。変えて、OP ベクトル改造して、で、その改造した部分を見て、答えを導くと。いった感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回は、高校数学数 B の平面上の点の存在位置、丸2についてお送りしました。今回もね、ここまでご覧いただき、本当にありがとうございました。で、ちょっと詰まっちゃった。で、次回ね、丸3が最後で、平面ベクトルも最後になるんですが、今回、前回もそうですけど、座標が指定されてないんですよ。で、O は原点ですけど、A がいくついくつ、B がいくついくつ、座標ね、が指定された上での問題も結構出てきます。なので、次回はそっちをね、一個だけ動画撮っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。